中年オタキです。暑くて死にそうですね。毎日毎日。今日はね、ちょっと台風のおかげで仕事がキャンセルになりまして、早く仕事が終わったんですね。で、動画作ってるんですけど、家で動画を作ってるんですけどね。帰りにね、ハードオフの徳島の藍住店によってね、これゲットしてきました。これね、オリンパスの L1 っていうんですけど、L10 は持ってたんですけど、あのフリードムカメラスタイルにね、あの記事が載ったこともあってね、ちょっと欲しいなと思ってたら、あの1000円で出てたんで、ハードオフ藍住店って結構紙対応でね、あの電池なかったんで、電池持ってなかったんで、CR123A が2ついるのかな、2ついるんですよ。で、あの電池なかったんで、動かなかったら持って帰ってきていいって言ったら、あのあっさり OK いただきましてね、まああの多分僕常連だからだと思うんですけども、顔見知りになっちゃってるんで、で、あのゲットしてきました。1000円でゲットしてきました。キャップ50円でした。1050円ですね。で、その帰りに足に、北村カメラの北村の藍住店に行って、あの電池をゲットしてきたんですけど、まあ電池2個で1450円でした。ここでいく。カメラより電池の方が高かった。言わないですね。はい、今日の動画スタートしていきます。今日の動画はね、このね、プリモフレックスのタイプ 1B になるのかな、これちょっと自分でメンテナンスしてて、ハリガーがえらいことになってますけど、とりあえず写真を撮れるようにするためにこうなったんですけどね。で、写真を撮ってきました。で、まあその動画の内容でいろいろ紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、このプリモフレックス 1B なんですけども、昭和28年か29年ぐらいに製造された、カメラなのかな。ちょっと詳しくわからないし、これがプリモフレックス 1B なのかもちょっとはっきりわからない。実ははっきりわからない。情報が少なすぎてわからないんですけども、シャッタースピードが200分の1かな。200分の1がマックスで、絞りがね、F16 までがマックスで、あんまり高感度フィルムは使えないということになりますけど、まあこの間もねやったように、ネガだったらね、結構露出オーバーでも大丈夫ということで、別に400のフィルムとか全然平気で使えると思います。でですね、今回ね撮影したのは、以前紹介したこれね、ヤシカフレックスタイプ C 回なんですけど、それと同じフィルム、モノクロのね、C41 現像、つまりカラーネガと同じ現像でできるモノクロフィルム、イルフォードの、XP2 スーパー400っていうのを使ってます。このフィルムね、今回初めてこのヤシカフレックスとプリモフレックスで使ったんですけど、非常にいいですね。今後使っていきたいと思います。35mm フィルムでももしかしたら仕入れるかもしれないですけど、特にね、おすすめなのが、モノクロフィルムで撮影して、必ずお店に出すっていう人、現像をね。で、増減感しない人。これにかなりおすすめになります。いい調子で撮れますし、通常のモノクロフィルムだったらその露出にちょっと敏感ですけど、C41 現像はね、カラーネガで前回じゃないわ、ちょっと前に紹介したように、露出オーバーにもすごく強いんで、こういうね、露出系がないもの、または露出系が不安定なカメラとか、そういうので使うモノクロ写真を撮るときにはすごくいいと思いますね。じゃあ本題に入っていきますけども、このプリモフレックスというのは、東京光学という会社が製造したカメラ、東光っていうね、言うんですけど、もともとっていうか戦中は、陸軍のね、飛行機とか戦車の射爆照準器とか照準器とかのレンズを主に作ってた会社なのかな。で、ニコンがね、海軍のやつを作ってたらしいんで、陸の東光、海の日光って言われてたらしいです。これはもう聞いた話なんでね、調べて聞いた話なんで、本当に聞いたわけじゃないですけど、全然生きてたわけじゃないんで。で、東京光学が、
後にトプコンっていう名前に、社名変更しまして、89年ぐらいまでカメラを作り続けるらしいんですけど、まあ、オートフォーカス化に、ついていけずに、現在はカメラの製造を、やってない。まあ、トプコン自体はまだあるみたいですね。で、このカメラなんですけども、まあ、ちょっとね、おしゃれです。全体的におしゃれです。例えばこれ、ヤシカフレックスタイプ C はね、この持ち上げ、手で持ち上げなきゃいけないんですけど、これね、ちょっともう勝手に、このノブ引っ張ったら勝手に、ちょっとバネ弱ってるから最後まで上がんないけど、勝手に持ち上がったりしますし、で、この、ルーペもですね、ルーペはこれ、ヤシカフレックスはこっちから押して持ち上げるんですけど、このプリモフレックスはね、ボタン一つでパシンって上がるんですね。結構ね、ちょっとおしゃれです。で、このプリモフレックス 1B のどのモデルからこうなったかはわからないんですけども、フィルムカウンターがこれついてます。フィルムカウンターがついてて、スタートマーク合わせ、スタートマーク合わせじゃない、赤窓合わせ。この下に赤窓があるんですけど、赤窓でカウンター1。カウンター1まで来たら、この赤窓で1まで来たら、ここのフィルムカウンターを、これを押して、リセット。あ、これもリセットされてるのか。リセット。そしたらここに1って表示されるんで、そこからはね、巻き上げて、2になったら巻き止めされるっていうね、構造になってます。で、まあ、こちらはね、ヤシカフレックスはもうすでに赤窓すらないんですね。じゃあどうするのかって言ったら、ヤシカフレックスの場合はこのスタートマークっていうのがあって、フィルムをスタートマークに合わせて蓋を閉めて、で、スタートマークに合わせたらカウンターをリセット。で、巻いてたら、カウンターが1になったらカチッて止まるんですね。それで写真を撮る。こっちの方がちょっと進化した形になります。で、レンズなんですけども、こう、前回その紹介したヤシカフレックスタイプ C は、これプロフォトグラファーの中田様からお借りした、師匠から借りたカメラなんですけどね。ちょっとビューレンズはそのままなんですけど、テイクレンズにね、ローライのレンズが入ってます。ドイツのテッサーっていうレンズが入ってて、チューンアップされたカメラになりますね。他にもね、ミノルタのファインダーとか作るけど、これすごく使いやすかったです。で、今回その紹介する、プリモフレックスはほぼいじってない、そのままのカメラです。分解清掃はしましたけど、やっぱね、ピントはね、若干ですけど、ヤシカフレックスよりは合わせにくかったです。これはいいファインダーが入ってるんでね、ちょっと合わせにくいんですけど、まあ、可もなく不可もなくいけるって感じで。で、レンズはヤシカフレックスはね、純正でも4枚玉なんですね。テッサータイプ。テッサーレプリカみたいな感じで、コピーレンズみたいな感じの、玉が入ってるんですけど、こちらはね、3枚玉です。多分なんですけど、トリプレットがなんかのコピーなのかなと思うんですけど、3枚玉です。で、これ、表からね、これくるくる回したらポロポロってレンズ出てきます。簡単に清掃できますんでね、レンズをばらしたらピントが狂うっていう、情報があるんですけど、私はビューレンズとテイクレンズ両方ともばらしたけど、ピントの精度はそのままでした。特にピント合わせしてないんですけどね。だから多分レンズボードからレンズを外したらピントが来るんじゃないかな。外さない限りちゃんと綺麗に組み上げたら大丈夫なんじゃないかなと思います。で、写りです。とりあえずね、バシバシっとね、写真を見ていただきますかね。それではどうぞ。はい、見ていただきました。なかなかいいっすよこいつ。まあフィルムが良かったのもあるんでしょうけども、解像度
素晴らしいと思います。三枚玉でちょっとね、甘いっていう評価も見かけたんですけども、僕はそんな風には思わないですね。非常にシャープに映ってると思いますし、一体感もあると思いますね。で、この三枚玉はね、こう古い設計のレンズで、しかもコピーレンズと思われるんで、なかなかと思いますね。で、ミノルタフレックスとかヤシカフレックスに比べてね、プリモフレックス 1B はね、結構安値で出回ってますんで、ほんで、簡単にレンズを分解できるとかね、そういうことを考えたら、このカメラね、結構いいと思います。で、この師匠から借りた、ヤシカフレックスとの、比較になっていきます。こちらはね、テッサの弾が入ってます。こちらはね、コピーレンズ、東光さん、東光 75mm。どのぐらいの差があるのかなということで、ちょっと2枚の写真、全く同じ場所、全く同じ時間に、全く同じ露出で撮ってます。それではご覧ください。はい、このうちの裏庭っていうか狭いところなんですけどに咲いてる、アジサイを撮った写真なんですけどね、ほとんど差がないようにも見えます。で、これじゃちょっとはっきりわかんない、ちょっとアングルも違うしねっていうんで、のためにね、人のために、若干、トリミング拡大してみました。それではご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。モノクロで撮る限りでは、僕の目ではそこまで差が分かんなかったです。結局ね、なんでそんなに差が出ないのかって、おそらくね、もっと厳しい条件とかでやったらね、こっちの方がね、いい写真撮れるとは思うんですけど、結局フォーマットがでかいんで、それがね、その二眼レフカメラのね、画質にね、やっぱ直結しているような気がします。そんなわけでね、二眼レフカメラとね、フルサイズデジタルとかのね、勝負もちょっとやりたい時間がなかなかないんですけどね。で、ミノルタフレックスも実はね、もう用意してあるんですけども、そいつのね、試写とか、それを使いこなせるようになってからね、EOS 5D の Mark III ですけど、それとね、取り比べとかもしていこうとは思ってますけど、とりあえずはね、このヤシカフレックス、チューニングされたヤシカフレックスと、プリモフレックス 1mm ノーマル、取りやすさは断然こっちが上でしたけど、安く、やりたい。安くやりたいっていう方はね、これ十分いいと思います。で、構造が非常に簡単ですんで、チェックするポイントとしては、やっぱりこのね、ピントのヘリコイドが動くかどうかですね。これ、ここが非常に重要になってきます。これね、ちょっとやっぱ重たいです。メンテナンス、完全メンテナンスしてないんで、ちょっと重たいですけど、動くことは動くんですけど、これがね、もう固着して動かなくなってるやつがいたりするんですね。で、このカメラもそうですけど、ミラーは腐食します。この中のミラーが腐食してね、もう結構ね、ファインダーが暗くなってます。師匠から借りたヤシカフレックスはその辺が完璧でね、めちゃくちゃ使いやすかったです。で、これ 75mm のレンズが標準でついてるんですけど、ピント合わせがもうむちゃくちゃにシビアなんですよ。標準で 75mm なんでね、もう中望遠じゃないですか、通常考えるとね。で、被写界深度がね、非常にね、ピント合わせを苦しくする、長さになってきますんで、ファインダーの明るさは重要だと思います。そのファインダーのね、状態がいいもの、で、ヘリコイドがちゃんと動くもの、で、シャッターがちゃんと動くもの、あと、こいつの場合はね、フィルムカウンター、こいつ、最初フィルム変えたら動かなかったんですよ。で、開けて動くようにしたんですけど、フィルムカウンターが動くものなどをちょっと注意して、選んだらいいと思います。で、そうですね。光はね、ちょっと漏れてました。ちょっと漏れてましたけど、大げさには漏れてなかったです。気になるようだったらね、このね、境界線っていうか、
その外界との境界線ですかに、あの細い毛糸かなんかをね、あの糊でひっつけるのもありかもしれないですね。で、このカメラ、テイクレンズは前からばらせるんですけど、テイクレンズの前側は前からばらせるんですけど、後ろ側は後ろからばらさなきゃいけないです。これ後ろはね、カニ目、ちょっとな、長いカニ目レンチでね、回してなきゃいけないですね。非常にね、撮影していてね、二眼レフ楽しいです。画質もね、ご覧のようにいいです。で、今回、の作例ね、二眼レフって本当はスクエア、6×6 なんですけども、6×6 のやつを動画でね、流すと、ちっちゃく表示されてしまうんで、あえてその、16対9にね、直してね、表示させてます。で、縦構図にしたものも横に寝せてやってます。それもフルに表示させたいんでね。ちょっとそこだけね、ご了承くださいませ。ちょっとね、喉の調子がね、前回の動画でもそうだったんですけど、喉の調子が悪い。これね、なんで喉の調子が悪いかっていうと、もう渋滞とかね、通行止めとかでね、必死に走っても眠かったんでね、眠い時俺大声張り上げて走るんですよ。で、大声張り上げすぎて喉潰れちゃって、今こんな感じになってるんですけどね。で、次の動画ね、次の動画どうしましょうかね。メンテナンスの動画とかまた追加でもいいですし、もうね、いっぱいあるんですよね。これのね、準備もできてますしね。他にもいろいろ準備できてる。これ L1 ですけど、L10 スーパーの写真も撮れてるし、なぜね、もうネタが死ぬほどあるんですよね。ヤシカハーフ17の写真ももうできてるんですけども、カメラの紹介、カメラが多すぎてやりきれない、しきれないぐらいの、ことになってますけども、ちょっと動画を作る時間っていうのがなかなか、ないんでね、そちらはちょっとお待ちいただくことになると思いますけど、だんだんね、なんか写真が季節外れになって、真夏にね、実際今回も梅雨の写真になっちゃってるんで、まあそんな感じになってますけど、次の動画は少々お待ちいただけますか。どれにするかちょっとまた考えて、アップしていきます。それではね、また次の動画お待ちくださいませ。二眼レフね、もうすごく楽しいですし、安く買えます。そんなに高くないです。で、これ手作りのカメラですけどね、手作りのカメラということは手でばらせるということです。だからメンテナンス初心者にはね、もしかしたらいいのかもしれません。で、情報結構上がってます。メンテナンスの情報はね、ネットで調べてね、ばらし方とかをね、しっかり調べればね、自分でメンテナンスも、やりやすいカメラだと思います。これ針側がどうかな、ねどうやって綺麗に合わすかっていう、まあそのぐらいですかね。まあ今日の動画はそんな感じです。次の動画またお待ちください。それではまた、チャンネル登録よろしくです。それではまた。